ライアの皆さん、こんにちは。岡本恵美と言います。今から、30分間の間ライブを行いたいと思いますので、ぜひ今日はたくさん3ステージ私岡本恵美させてもらいます。お昼間はこれ第1回目ということで、ちょっと元気ソングから入りたいなと思うのですが、今日は家族連れの方、そしてカップルさん、そしてお一人の方もたくさんの方が来てくださっております。いろんな場所で岡本恵美歌っておりますが、今日はたくさんの方にも参加していただきたい。最後私の曲も歌っていただこうと思っておりますので、またライブで、はい、こちらの方へ集まってほしいなと思います。それでは1曲目 It's My Style という曲歌います。それが始まりで、寝ても覚めても逃げ回ってる。何をどこでどうして今したいこと、それは何なの。 I don't give up、 それをバネにして、一度だけ本気で生きよう。斬新かつ自由に楽しみ生きてくのが It's my style, I can do it, I do itYes, you can, never regrets, always my life. I go for it, go for it, for my dream. Are you ready? Come with me. 私が見ている夢の世界に答えなんてないのかもしれない。今この場所から一歩踏み出すその勇気もないかもしれない。違う目線なら、目の前のグラスのグラスは温かくて愛色、時にはそう思うかもしれない。 I can do it, I do it, yes you can, never regrets, always my life. I go for it, go for it, for my dream. Are you ready? Come with me.自己紹介をさせてください。福岡県の丘に、はい、皆さん叩いてくれてますか。福岡県の丘にブックの本に愛に美しいと、その漢字4文字で春夏秋冬と言います。嘘です、岡本恵美と言います。はい、すいません、ごめんなさい、ほんまにこんな感じです、岡本恵美。はい、今日はですね、サポートギタリスト、そしてサポートカホン、ちょっと打楽器を叩いてもらってます。メンバー紹介したいと思います。サポートギタリスト井ノ原元樹です、よろしくお願いします。そしてパーカッションケンケンと言います、よろしくお願いします。そうなんです、岡本恵美はいつも個人名じゃないですか、グループ名ではなくて、なのでいろんな編成で各地で歌わせていただいておりますが、今日はこの3人でやってきました。暑いですね、
衣装間違えましたね。ケンケンも暑いでしょうですね。あ、それも暑いですということで、皆さんが座ってる椅子も暑いかもしれませんが、あと4曲歌わせてもらいます。次の曲はリフレインという曲お送りします。Oh!
諦めて一人生きてゆくの答えを期待しても今は帰ってこない、誰もいないから心だけがうつろなままで一人歩きしてさ秋に近づいておりまして、明日ですね、秋分の日ということで秋がやってきますが、皆さんの特別な丸々な秋というと何でしょうか。ちょっと当ててみます。帽子をかぶってる紺色の何の秋ですか。食欲の秋。何食べたいですか。好きな食べ物。スイーツ、おかきって聞こえました。かわいい、かわいい。すいません。ケーキですよね。ケーキですって、まあ食欲の秋ということで、私すっごく食べるのが大好きで、田舎が高野山の、和歌山の高野山のふもとに花坂という場所があるんですけども、本当に70世帯の小さな、もう村とも言わないような集まりの場所で、8人家族の長女として生まれまして、かまどでご飯を炊いては、稲刈りをしたりとかも時期ですけども、食べて、炭水化物が大好きでですね、次の曲をお送りするプラムという曲なんですけども、その食べ過ぎて食べ過ぎてちょっとね78キロまで太っちゃったんですよ。でその時に私が初恋をした時のことをね、作文のようにもうストレートに書いてるんですが、女の子も、まあ、そして男の人もですかね、恋をすると本当に背伸びをして相手によく見られたいという心が発動しまして、ああ切ないな。初恋があったからこそ今こうやって歌にでき、そしてまたその相手にもね、この間結婚しましておめでとうと心の底から幸せになってねっていう話をすることができました。そんなこれから初恋という方も、そして初恋を経験した方も、私のこの歌詞の中に同じ経験をした思いではないでしょうか。それではプラムという曲をお聴きください。やっと明日あなたに会える、今までしてきた自分磨き、この努力実りますように。髪を初めて染めてみた、アイメイクの仕方教わった、金属アレルギーだから、時計もゴムタイプ、夢にまでシチュエーション、あなたのその笑顔が私はきっと待ってる、いい女になる。嫌いなトマトも食べてきた、食後は知ってきしやの焼き餅、恋愛上手な友達にうまくいける秘密聞き出した。
すみませんが拭き取り保護乳液全身脱毛に憧れていいかいつ集中コース入る夢の花彼はウェディングあなたと私の笑顔が私は絶対イケてるいい女だわ最高の敵はこの尻尾ダンス異化物抜きダイエット半身欲もにかになりエステ通いでほぼ自己破産でもこんな私じゃ自信はなくてでもねでもね気持ちだけは本物なの本当に好きなの愛してるあなたからの突然のメールドキドキしながら開いたらごめんやっぱお前無理という曲をお送りしました。いや初恋実らず前日の夜にですねお前無理と言われてしまい、はあ、もうすごい悔しかったです。なんかそのお前無理と言われてからのね8ヶ月30キロ痩せましたそれぐらい大好きになり78キロから48キロまで戻ったんですけども今51キロということで今年の12月31日までに47キロまた目指しまして1キロちょっと先へまた痩せて恋をするとそしてこうやってねあのキラキラをすると人を好きになるとこういう力も爆発するんだということをちょっと証明したいなとも思いつつまたその12月31日また来年もですけどもねどこかでまたお会いした時にあゆみちゃん痩せたんやないかと言ってもらえるよう頑張りたいと思います。阪急フェリーで九州とこの大阪を結んでいる阪急フェリーというのがありまして月に一度そちらの方でもライブをさせてもらってるんですがそこ の, あのフェリーの中でねお会いした小さい男の子に先ほどこの場所で再会をしましてあえみちゃんなんか顔変わってたから分かれへんかったと言われましたがそんなね変わってないんですよ何もいじってないんですけどどういう意味やろうかちょっと後で聞きたいと思いますがそうやってまた場所は違えどこういう場所でねあ、えみちゃんやとあの声をかけてもらえることっていうのは生きてる中で君のことだよ俺ちょっと嬉しくなってきましたがまたどこかで再会できたらいいなと思います。あのプラムの続きものとなっておるあの次の曲お送りしたいんですが少しあの失恋をしましてちょっと大人になりましたそれでも時を超えると恋をするものですがちょっと女は怖いんだということを知らしめてやろうと思いましてシャララという曲を作ってみましたシャララお聴きください。楽しい思い出も
くなくても涙流せる、たやすく落とせる。君がいなきゃダメとシャララシャララ言われても聞こえないふりして、お送りしました。さてさて、もう時間もあっという間に来てしまったということで、最後の曲は笑顔になれるという曲をお送りしたいと思います。この曲はですね、あの皆さんにもぜひ歌ってほしいあの曲となっておりますので、一旦ねその部分を練習したいと思います。サビの部分です。であのぜひね、男の人は私の一オクターブ下でも構いませんので、その同じキーでも構いませんので、歌ってもらえたら嬉しく思います。それではちょっと練習してみましょうか。1 2 3、ララ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 ラ、できますかね。もう一回だけいきます。1 2 3、ララ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 ラ、大丈夫でしょうか。それでは笑顔になれる皆さんで一緒に歌ってください。
行き、こんな素敵なふるさと伝えて行こう。恋しさにあふれる横たわって一番星見つけたの。オレンジ色にキラキラ光る未来を見つめる、あなたの可愛い笑顔負けてられないなんてパワーに変わる、笑顔になれる。さてさて、お待たせいたしました。先ほど練習してたところ覚えてますでしょうか。この後にやってきますので、皆さんの声を私にぜひ聞かせてください。それでは大丈夫ですか、いきますよ。ララララ、大丈夫でしょうか。もう一回行くので歌ってね。ワン、ツー。ララ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 。もう一回、それでは皆さん聞かせてください。ワン、ツー、スリー。これは時間がかかりそうですよ。ということで終わります。ワン、ツー、スリー。ララ。ありがとうございました。